レイベントロー伯爵クリスチャン・ディトリュー・フレデリクは、デンマークの政治家。クリスチャン・ディトリュー・レーベントロー伯爵の息子として、1748年3月11日に、生まれた。ソウルアカデミーとライプツィヒ大学で教育を受けた後、弟のヨハン・ルズビトザクセン出身のカール・ベントと、共に、ドイツ、スイス、フランス、イングランドを旅して、各地の社会、経済、 農業の状態を見学した。最後にスウェーデンとノルウェーで工業と夜金額について学んだ後、1770年に帰国した。この時点で、レイベントローは経済の権威になっていた。1774年にデンマークの通商委員会の養殖につき、その2年後に鉱山委員会に入った後、1781年には国税委員会に入った。 また1775年に父が死去すると、ロラン島の領地を相続した。レーベントローは特に農業において革新的な思想を持ち、治療の濃度の待遇を改善した。1784年4月14日に、オーベフーイーコールグルベアの長保守派内閣が倒れると、レーベントローがずっと感服していたアンドレアスペーター・フォン・ベルンシュトルフが復権した。 レイベントローは1784年8月6日に大倉省の長に任命され農業に関するすべての事柄を担当した。彼はまず少人数の農業委員会を設立して大量の濃度の待遇を改善、借地の購入を許可した。大大子使フレデリクが濃度解放に前向きであると見抜いたレイベントローは1786年7月にフレデリクに話をつけて デンマーク国内の濃度の状況を調査するための委員会を設立させた。この委員会は長期間にかけて多くの改革を実施した。1787年6月8日の法令で既存の借地の状況を改善させた後、1788年6月20日の法令でついに土地金幕法の廃止を果たし、1799年12月6日の 法令では不易を完全廃止した。また、ザク・みのりが有利な条件でお金を借りることができる銀行を設立した。他にも、エルンスト・ハインリヒ・ホン・シメルマンと共に、デンマーク・ノルウェー間の自由貿易とトウモロコシの自由輸入を許可、アイスランドの貿易独占を廃止した。しかし、デンマークの財政難、ナポレオン戦争という破滅的な時期、そして、王太子、 フレデリク自身が国務大臣抜きで統治しようとしたことで、レイベントローは1813年12月7日に罷免され、領地に戻った。その後、彼は領民と共に生活して、1827年10月11日に死去した。レイベントロー白爵クリスチャン・ディトリュー・フレデリク、1813年作、1773年夏、レーベントローは、 クリストフ・エルンスト・フォン・ボイル・ビッツの娘フレゼレンギ・ゲシャロで、フォン・ボイル・ビッツと結婚した。二人は八男四女を設け、うち九人が成人した。クリスチャン・ディトリウ、フレデリク・レーベントローの子孫は19世紀初には、多くが、帰遷結婚をしたという。ありがとうございます。